ございます。ありがとうございます。朝早くから1個目さんはひろくまーさん、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。ひろくまーさん見るかな。ありがとうございます。1個目見るかな。ありがとうございます。皆さんも朝から、あ、マリウスさん、ひょうさん、ピさん、富蔵先生、よっぴさん、りょうちゃん、しんさん、ハムの野郎ハムさん、XL さん、まささん、広島根さん、安倍さん、ピコさん、あちいらまるさん、秋葉玉川さん、糸電話の糸ちゃんさん、おー長尾、おはよう、ありがとう、来てくれて。昨日のね、配信めっちゃすごかった。ずっと聞いてた。なんかもうほんまにずっと一日中聞いてたいぐらいの。めっちゃ素敵なハーモニーだった。なおちいさん、りょうたさん、満月ライダーさん、あやさん、おはようございます、皆さん。来てくださってありがとうございます。そう、満月ライダーさんめっちゃセミ鳴いてるんですよ。私の近くめっちゃやばいんですよ、セミ鳴きすぎて。あ、ティモニオンさん、おはようございます。マサさんもめっちゃセミの声、結構めっちゃセミの声やばいんですよ。まあそれだけ暑いってことで。どこまで読んだっけ。あ、イタダイマのイタちゃんさん、リオちゃん、おはよう、中尾、おはよう。と富蔵先生、安倍さん4袋なのに6枚予想とは、あれ多分あのポットチップスのやつですよね。あ、マークさん奈良からおはようだって。奈良からおはようございます。私もさ、奈良さ、おばあちゃん家がね奈良なんですけど、奈良に早く帰りたいんですけど、まあ今ちょっと厳しい状況なんで行けないけど、昨日おじいちゃんの誕生日だったんです。マットさん、ハワコ、ワコール頑張りました。こちらのことなんで気にしないで。あ、おはようございます。来てくださってありがとうございます。カスカさん、かわいい。ワクちゃん、おはようございます。ありがとうございます。ちょっと今日目腫れてるんですけど、ごめんなさい。タカモン、おはわこ、タカモン来てくれてありがとう。めっちゃタカモンの団子姿好き。たくやさん、おはわこ、来てくださってありがとうございます。たくやさん、ギリギリ見えた、あ、ありがとうございます。スマイル弟くんさん、まこちゃん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、まこちゃん来てありがとうございます。どこまで読んだっけ。あおった、秋葉玉川さん、ごめんなさい。おはもこ、あやさん、ちょっと午前中は忙しいので録画してから、後から見るね、頑張って、ありがとうございます。星投げありがとうございます。皆さん、マー君さん、今日からカープ戦負け、本当ですよ。カープ今5位なんで絶対負けられないですね。ビリオさん、2枚ずつやから計8枚、そうなんです。1袋に2枚ずつ入ってるんですよ、これ。なんとめっちゃレアじゃないですかりょうちゃんさん、もこちゃん来た、もこちゃん来たスマイル弟くんさん、天の声さん、今奈良から配信見てます、だって天の声も今日はちょっと今準備中です。あやさん、わこちゃん、いやそんなことないと思う、ちょっとありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、もこちゃん、はよ、たかも、はよ。ピさん、カープ8枚出るよ。そうなんです、これが4袋だから8枚です。
ティーモニアさん元気ですよ、めっちゃ元気ですよ。皆さんお盆中とか何してますか？私は今日はお墓参りに行こうと思います。お盆なんで。富蔵先生、そうなんです、2枚入りなんで8枚です。たくやさん仕事行ってくれて、あ、仕事頑張ってください。お仕事、皆さんもお仕事かなきゃ。べーちゃんさん、宿の外からもセミの声聞こえる、ハーモニー、セミのハーモニーが。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。じゃあちょっと自己紹介しようかと思います。はい、見るかな。スプラッシュ赤色担当カジタアク、よいしょ。スプラッシュ赤色担当カジタアクです。よろしくお願いします。14歳で2月17日生まれです。あ、そう、コルスプレの時にオンラインライブをこの間やらせていただいたんですけど、その時作ったやつです。ワコって、もうこれ見ただけでワコってわかるくないですか。ワコです。ここによくまるちゃんに間違われるんで、まるちゃんの絵描きました。わこです、よろしくお願いします。ぜひ名前だけでも覚えて帰ってください。で、ちょくちょく自己紹介を入れていこうと思います。私のことを知ってもらえるように。はい、マー君さん、また宮島行ったら鹿の石像を見つけてね。見つけます、ありがとうございます。ポークたまごさん、おはようございます。遅刻しました、すみません。あ、全然大丈夫です。おはようございます。ちょっとなんかテンパってるみたいごめんなさい。マサさん、おはわっこー。マサさん、はわっこー。MM さん、おはわっこー、おはわっこー、来てくださってありがとうございます。マリウスさん、動物の森に住んでいるみたいな、もう本当に今合唱中です、セミがっていうぐらい、もう本当に夜とかもひどいんですよ。セミで起こされるぐらいのでかさなんで、窓全開に閉めてます長尾ワンワンがカラー花冠かぶってる。そうなんです、私赤色担当なんで、ちょっと今日かぶろうかなと思ったけど、ワンワンにこれめっちゃお気に入りなんで、ちょっと鼻が見なかったことにしてもらえるとありがたいんですけど、赤の鼻冠をつけてます。今日気づいてくれてありがとう、長尾。で、ちょっとこっちに見えてないんですけど、プーさんがいます。私のうちと同じぐらいのプーさんがいるんです、家に。で、サンチェくんをかぶせてましたはい、次。スマイル弟くんさん、サンチェくんクマさんのお腹に。そうなんです、ちょっと二人ともお昼寝中ですねベイちゃんさん、そんななかなかユーバに来ている土偶である。ありがとうございます。りょうたさん、おじいちゃんお誕生日、ティモニオさんもありがとうございます。今年で74歳になったんですマー君さん、あとセント君の写真、ありがとうございます。セント君、めっちゃちっちゃい頃からずっと奈良に行った時に毎回記念写真で撮ってる広島根さん、今日はあれか、セミの声が天の声。そうなんですよ、ちょっと今日セミの合唱中がもうお母さん、天の声はお母さんP さん、ワンワンかわいい。あ、本当ですか、ありがとうございます。富蔵先生、阪神のカード出たら嫌です。あ、でも、どうしよう、カープの書いてくれるならマリウさん、あれ少し焼けて、そうなんです、昨日宮島行って日傘もちゃんと日焼け止め2回ぐらい、もう3回ぐらい塗って、で、日傘もさしてたんですけど、やっぱり暑くって、で、ちょっと顔が真っ赤になっちゃってるんですけど皆さん焼けました？私はめっちゃ焼けてしまったんですけど、しっかり日焼け止め塗ってるんですけど、どうやったら日焼けしないんですかね。外に出ないから
レイちゃんさん、チップスあれ第2弾かと思ったら第1弾なのね。第3弾です。第3弾です。ハムさん、ポテチちょうだい、ポテチ。どうしようかな。もうこれ、妹とね、食べる約束しちゃったんで、もう、食べたくて妹はうずうずしてるんで、どうしよっかな、あげよっかな。結構マットさん、森下投手のカードもう入ってるか、入ってるんかな、入っててほしいですね。あ、ごめんなさい、これちょっと。ヨッピさん、1段なんだ、この前に2段。あ、そういうことか。そうそうそう、ここ第2弾です。あ、ごめんなさい、第1弾なんです、ごめんなさい、ちょっと第1弾に来ました。あ、皆さん朝早くからありがとうございます。もうちょっとでね、あれ立とうとしている、めっちゃ経った時間がちょっとだけだけど、皆さんお品着いっぱいありがとうございます。なんかめっちゃ久しぶりのショールームなんで、なんかもうめっちゃなんか緊張してるんですけど、なんか早く緊張が解けたらなって思います。はい、で今日私4つやりたいことあるんですけど、1がプロ野球チップスのやつと、カラオケをなんかやりたいなと思って、で3つ目が和菓子タイムっていう、昨日ちょっと宮島行った時に買ったものがあるんで、それをちょっと食べたいなと思っています。で4つ目は皆さんとお話がしたいなと思っています。なんでどれからやろうかなと思ってるんですけど、ちょっと今はお話タイムにしよっかなと思います。はい、りょうちゃんさん、昨日の宮島のお出かけで和菓子の紹介かな、日焼け止めしていたの。そうなんです、昨日の和菓子の、あ、昨日は行った宮島の和菓子の、まあ、紹介か、まあ、めっちゃ美味しかったんですよ。そこ昨日初めて行ったんですけど、本当にもう店の雰囲気から全部が素敵で、はい、ぜひ行ってみてください。まだ何も紹介してないけど。ハムさん、あ、間違えた、ピコさん、ハムには気をつけて、了解です。スマイル弟くんさん、奈良にはセントくんいる。そうなんです、セントくんがいます。秋葉玉川さん、阪神だったりして、阪神だったりして、あれ、ハムの野郎、わこちゃんピコから逃げて、逃げます、逃走中みたい、なんか。広島根さん、ちゃんと先祖を、なんて読むんだろう、おぎなって、なんて読むんだろう、これもう漢字弱いんですよ、めっちゃ私。なんでどうしようかなって思って、でも受験生なんですよ今。ちょっとねえねえねえ、ちょっとこれなんて書いてある。もうヘルプですね私、受験生大丈夫かって感じなんですけど。あ、間違えた、敬語の K に、なんか、何ってって読むんですか、これ。教えてください、誰か。ともきさん、ともきさん、お久しぶりです。おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。皆さん、おしなぎいっぱいありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ギフトも今まだ読めてないんですけど、後で読みたいと思います。はい。Pさん、丸が出たらどうする？丸が出たらどうしよう。まあでもレアなんでちょっと取っときたいと思います。はい。広島のかっちゃんさん、おはよう、初見です。あ、初見さん来てくださってありがとうございます。じゃあちょっと自己紹介したいと思います。スプラッシュ赤色担当、カジタワコです。よろしくお願いします。カジタワコです。よくまこちゃんとかあこちゃんとか間違えられるんですけど、ワコです。よろしくお願いします。
で、ここちょっと見えにくいんですけど、ごめんなさい。ツイッターのアットマークわこともこ2013で検索するとツイッター出てくると思うので、ぜひ検索してフォロー待ってます。2月17日生まれで14歳です。水瓶座の A 型です。ここ3センチって書いてあったんですけど、154センチです。で、なんか前までは背が低い方かなと思ってたんですけど、後ろから7番目になったんですよ、クラスの。クラスが、まあ、ちょっと私の学校少ないんですけど、まあ、後ろから数えたら7番目ぐらいになって、ちょっと私は、嬉しいです、とても。りょうちゃんさん、わこちゃん、ハムさん、食いしん坊だよね、食いしん坊。テンパリさん、おはようございます。おはようございます。来てくださってありがとうございます。ティモニョンさん、元気ならよかった。元気です。皆さん元気ですか？私めっちゃ元気なんですよ。元気が、でも、その元気を勉強に、継がなきゃいけないので、注ぎ込まなきゃいけないので、ちょっと大変ですね。夏休み明けて1週間で模擬試験があるんですよ、学校で受ける。本当に地獄なんです、テストが。だからもう、入試でどれぐらい取れるかっていうテストなんですけど、もうそれが、まあ、範囲が広くって、もう死にそうなぐらいの、嫌ですね。はい。秋葉玉川さん、お盆は1日だけバイト、あとはボケーっとしたりシグマ、シグマクラブ買ったんですね。バイトなんですね。頑張ってください。じゃあちょっと告知をさせてください。シグマクラブさんの9月号に、私たちスプラッシュの記事を載せさせていただいてます。イエーイ。ちょっと中見せられないんですけど、ぜひ気になる方はお手元に持ってください。間違った、合ってるかな日本が。お願いします。ぜひ買ってください。ぜひ私の顔も見つけてください。載せていただいてるので、はい、お願いします。そう、なんで載せていただいてるかというと、私たちサンフレッチェレディスをさせていただいてるんですけど、そこで載らせていただくことになりました。ちょっと説明不足かからないんですけど、ぜひ買ってください。ここにあれあった、スプラッシュって書いてあるんで、ぜひ読んでください。はい。白熊さん、結構大きかった。ヤマピーさん、おはよう。出勤中に少しだけありがとうございます。おはようございます。来てくださってありがとうございます。ヤマピーさん、そろそろお仕事行ってきます。ありがとうございます。来てくださって本当に。またやると思うのでぜひ見に来てください。はい。マサさん、マルちゃん、そうなんです。同じグループのライム色担当のカノンちゃんから、クリスマスの時にマルちゃんそっくりって衣装からして言われたんで、めっちゃ嬉しかったんですよ。まるちゃん大好きなんで、はい。出るかな。ベリオさん、カズコじゃなくて、そうなんです。よく間違えられるんですよ。私の近所におじいちゃんおばあちゃんが住んでるんですけど、私の血のつながってないおじいちゃんおばあちゃんがいるんですけど、そこで名前を書いた時に、あ、カズコさんってよく言われるんですけど、和子なんで、ぜひそれも覚え方、一つの覚え方なので、ぜひ覚えて帰ってください。はい。秋葉玉川さん、音声編集してネバギの自己紹介バー作りたい。あ、いいですね。ネバギの自己紹介で、そう、私の自己紹介は歌おうかな。いきますよ。生まれた時から赤ヘル恋法、夢は球場始球式、スプラのカープ女子といったら和子でーすっていうのが私の自己紹介です。ちょっと和子ちゃんのところを和子でーすに変えました。
けどあのぜひあの覚えて帰ってください。カープが大好きなんで、私広島なんですけどカープ大好きなんで、はい、スマイル弟くんさん、スマイル兄弟で鉄道の旅、いいな、私も鉄道の旅行きたい。なんかね、昨日宮島のそのおみくじ引いたんですよ。そしたらあの旅行のところに今は行くなって書いてあったんで、ちょっと今は行かないようにしたいと思います。マットさん、スプラッシュメンバー出先で偶然に出会う、書く、そうなんですよ。昨日宮島行ったら同じあのスプラッシュの緑色担当の中島あさかちゃんと会って、ピオニーの岡村リオちゃんと会って、もう本当に偶然だなみたいな感じで、もうめっちゃ喜び合いました。じゃあちょっとあの企画に入っていこうかな。じゃあちょっとあのギフトを読んでいきたいと思います。まずちょっとお母さん、お願い、スケート上にあるスケッチブックを取って。ハムさん、まるちゃんのコスプレ期待しとく。いやー、期待、どうしよう、今度コスプレ大会あった時まるちゃんの格好しようかな。じゃあギフトを読んでいきたいと思います。ごめんなさい、いっぱいあのコメント書いてくださってたのに、ちょっと私のコメントが遅いんで読むのがちょっとあのありしたいと思います。はい、糸電話の糸ちゃんさん、だるまありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、ハートありがとうございます。りょうすけピンクさん、ひまわりありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、だるまいっぱい、ハートもいっぱいありがとうございます。りょうたさん、かわいい、ありがとうございます。スマイル弟くんさん、ハートありがとうございます。糸電話のいとちゃんさんも、ハートありがとうございます。広島のかっちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。糸電話のいとちゃんさん、だるまありがとうございます、いっぱい。チャータイムさん、だるまありがとうございます。チャータイムさん、いっぱい、本当にだるまありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、ハートありがとうございます。おー、すごい、チャータイムさん、いっぱい、あのだるまありがとうございます、本当に嬉しいです。ピさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。ブビックさん、かわいい、ありがとうございます。マサさん、だるまありがとうございます。あ、赤も黄色も緑も、いっぱいありがとうございます。あ、緑も、青もありがとうございます、本当にいっぱい、皆さんギフトありがとうございます。あ、そう、右上かな、こっちかな、うん、反対してるからこっちか、こっちにあのハートがあると思うんですけど、ハートが白の方はピンクにして、あのルームフォローよろしくお願いします。ちょっとね、私の力作なんですよこのハート。あのハート、あのぜひピンクにしてルームフォローよろしくお願いします。はい、大好きさん、さーて朝ごはんを食べましょっと。あ、私も朝ごはん食べてないな。糸電話の糸ちゃんさん、どういたしました、ありがとうございます。チャータイムさんも、はい、ありがとうございます。今投げ、あ、秋葉玉川さん、ごめんなさい、あの滑舌悪いんで、私ちょっとしっかり、星ありがとうございます。皆さんも星ありがとうございます。あ、ノーチーさんも星ありがとうございます。ヤンさん、アクターズヒロシ、んなんか発音がおかしい、アクターズ広島、そうなんですよ、あささちゃん知ってます。あのこないだじゃないよな、1年前ぐらいにあのあずさちゃんとお会いして、あの覚えててくださって、しかももう本当にそれが嬉しくて、はい。あ、ちょっと今洗濯物干しに行ってるんで、あの天の子いないんですけど、後であの伝えます。マサさん、ハートピンクです、ありがとうございます。ハートぜひピンクにしてルームフォローよろしくお願いします。
糸電話の糸ちゃんさん、だるまとハートのイラストがめっちゃ可愛い。あ、本当ですか、ありがとうございます。そう、これもね、だるまもね、私めっちゃ画伯なんですけど、めっちゃ凝りました。ピザ、あ、そろそろ開封しよっか、皆さんがごめんなさい、お話長くなって。じゃあそれでは1個目開けていきたいと思います。ちょ、第1弾なんですけど、今度は第2弾を買いたいなと思います。第1弾、それでは開封したいと思います。皆さん、あ、ジンさん、おはようございます。じゃあ予想は当たるかな、じゃあそれでは開封いきたいと思います。なんかね、私の予想では、ソフトバンクか中日かな、なんかそんなと、そんな感じにかなって思います。じゃあそれでは一袋目の1枚目、ドロロロロン、お、阪神の糸井選手です。どうかな、予想は当たったかな。じゃあ次いきたいと思います。2番目、ドルル、誰だろう、ドルル、なんか、ごめんなさい、ちょっと見なかったことに、今のは、ちょっと待って、どうしよう、家の中が映っちゃったらどうしよう、映ってたかな、待って、ちょっと待ってね、ちょっと事故りました、事故るラブです。本当にちょっと今産卵中なんですけど、ちょっと本当に今家大掃除中なんで、ちょっと家やばいかも。大丈夫かな、ごめんなさい、2枚目やるところだったのに、ごめんなさい。大丈夫です。私イコールラブさんが大好きなんですけど、皆さんが考えて、もうよく事故るんですけど、なんか事故ったじゃなくて、事故るラブの方が可愛いんで、事故るラブを皆さんのお聞きでありがとうございます。じゃあタイムさん、仕事に戻りますね、ありがとうございました、来てくださって、しかもいっぱいだるまとかギフトありがとうございます、とても嬉しかったです。ぜひ、ごめんなさい、本当に、あ、待って、今映った、待って、映っちゃったかも、ちょっと待ってください、ちょっと今産卵中なんですけど、本当に申し訳ない、です、ごめんなさい、本当に映ってたらどうしよう、やばい、映ってたら今死にそうなぐらいの、おや、一角もうほぼ全部改造中なんで、家、ごめんなさい、本当に、はい、見なかったことに、はい、次行きたいと思います。2枚目、ドルルルルル、ごめんなさい、自己ラブした後に見なかったことに、それでは行きたいと思います。ドルルルルン、パン、おー、オリックスの山本選手です。しかもキラキラ、ありがとうございます、ありがとうございますかオリックスの山本選手です。しかもリアカードかな、めっちゃキラキラしてる、やったー、皆さん来ました、やった、山ビーさん、心のフィルターに止めておきます、止めておいてください、ちょっと本当に今産卵中なんで、見なかったことにしてもらえると本当にありがとう、わかんない、床が映ったかも、でもここ今産卵中なんで、本当に見なかったことに、散らかしてるのあなただけそんなこと言わないでベリオさん、オリアへそう入れてなかった、私も入れ、どうだろう、当たりました、やった、でもちょっと8枚の中でやっぱりちょっとあれしてほしいですね、カープは入っててほしいですね。ピザ、そんなことない、そんなことないよ、日向坂さん、私日向坂さんも大好きで、はい、白熊さん、画面時々揺れるから倒れるの気をつけ、了解しました、気をつけます、今しっかり固定したんで大丈夫です、はい、広島姉さん、天の声に説教される梶田和子選手
大好きさん、何のタイトル、何のタイトル、あ、日向坂さんのかな、あの、そんなことないよっていう牛曲なんですけど、はい、あの、前髪を切りすぎちゃって、その、大丈夫だよみたいな感じの曲です。めっちゃ、あの、大好きな曲です、私の。じゃあちょっと、さっきお話失敗したんで、あの、もう一個あげていきたいと思います。で、その後の2個は最後らへんにあのやりたいと思うので、ぜひよかったら見てください。2袋目開けたいなって私は思ってるんですけど、その2袋目開けたら、その、じゃあ和菓子タイムに決めたんですけど、ちょっと和菓子タイムにして、で、まあちょっとお話しして、カラオケして、で、そっからもう1袋開けたいと思います。はい、べーちゃんさん、日向坂はほんとにさ、今映画でやってるのか、3年目のドキュメンタリーだっけ、名前があれなんですけど、あの、絶対見に行きたいと思います。はい、じゃあそれでは2袋目開封。皆さん何だと思います？りょうちゃん、ライトと先発決定。ライトって本当ですよ、ライト先発決定です。大好きさん、そうしね、トンカオリックス当てたというのに、オリックス当てたというのに。マサさん、最後まで見るありがとうございます。満月ライトさん、ぼちぼちウィーラーウィーラー、タラコアラさん、ヤクルトが来そう、ヤクルトが来そう。ピさん、巨人。おー、どれが当たるかな。でも、うち巨人当てたことないんですよ。なんで、ちょっと巨人、なんか初の巨人当てたいな。アテアさん、ワンチャンビジエド、ワンチャンビジエド。ヤマピーさん、あと1回エラーしたら天の声さん、ちょっと選手交代しちゃいますよ。今、あの、洗濯物、また干しにしてるんで、今ちょうどお天気がいいので。秋葉玉川さん、 DeNA かな、うん、広島ねさん、中日かロッテ。ヤマピーさん、やっぱ赤引かないと、そりゃそうですよ、私の運が試される。大好きさん、オリックスのファンのスワシさん、オリックスのスワシさん、起きてください。千尋さん、遅れた、おはよう、遅れた、全然大丈夫です、おはようございます、朝早くから来てくださってありがとうございます。りょうちゃんさん、ひょっこりはん、あ、妹なんですけど、ひょっこりはん、ちょっと爆睡中ですね、もうひどいんですよ、夜の12時ぐらいから寝て朝の10時まで寝てることあるんで、妹。はい、じゃあ次2袋目開封していきたいと思います。皆さん、予想は当たるかな。ね、次さ、事故ったら、事故るラブしたらさ、天の声と交代だって、選手交代。メイクして、広島さん、次エラー出たらカジタちゃんの代わりにセミが配信しよう。確かにセミずっと配信してる。じゃあどれが出るかな。寝る子は育つ、寝る子は育つ。じゃあそれではドキドキの2袋目の開封いきます。ドロロロン、誰だろう。あ、ヤクルトの村上選手です。あ、ヤクルト誰か書いてたね。ヤクルトです、ヤクルトの村上選手です。どうやったかな。お、当たった、タラコアラさん当たった、おーすごい。あ、グリーンさん、はじめまして、プロ野球カードですね。そうなんですよ、あ、はじめまして、初見さん、来てくださってありがとうございます。ちょっと今散乱中なんですけども、なんかごめんなさい、こっちを出した方が覚えてもらいやすいかな。梶田和子です。和子です。ぜひあの名前だけでも覚えて帰ってください。で、これで検索してもらうと、私のあのそのツイッターが出てくると思うので、ぜひツイッターもフォローよろしくお願いします。はい、じゃあ次いきたいと思います。ドキドキ緊張いきますよ。ドロロロドロロロ、ドロロロ、お、ソフトバンクの千賀選手です。
しかもキラキラ2枚目すごく、すごくないですか。キラキラ2枚目レアカード2枚です。やったー。千賀投手当たることあるんだ。やったー。あれ前も出たっけ。千賀投手です。やったー。あつやさん千賀も熱い。ピさん日本のエース、本当に日本のエースですよ。グリーンさんキラキラでキラキラです。大輔さんまだタイトルかい。すげえな、すごいです。満月ライダーさんお強い。なんか今結構あの私のこれ打順でやったらめっちゃあれじゃないですか。めっちゃなんか最強じゃないですか。ビヨさんあギターにこなにこない大じられた。あそっマサさんキラ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 。タコアラさん先発強いのめっちゃ強くないですか。やばくないですか。リョウちゃんさんバコちゃんサイン入りカード出したし、ね、本当にサイン入りカードは絶対出したい。しかもカープでありますように。まだあと2袋あるんで2袋のチャンスにちょっとかけたいと思います。500人突破ありがとうございます。皆さん朝早くから本当にありがとうございます。とても嬉しいです。ぜひ、8時10分からやったんで、9時半かなぐらいまでやりたいと思うんで、ぜひ見て帰ってください。はい。高谷さん、おはようございます。暑いね。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。おはようございます。来てくださってありがとうございます。グリーンさん、カープファンですか？後ろに3時から、ね、そうなんです。私、広島県民なんですけどサンフレッチェと、カープが大好きです。はい。高谷さんカープは誰が好き？私は今箱推しなんですけど、いやなんか応援してるのは森下選手です。はい、あの森下投手です。大好きだ。あら後ろにいるもん。そうなんです。あのちょっと鼻はかわいそうなことになってるんですけど、あガーちょっとワンちゃんも眠いのかな。ワンちゃんワンワンも眠いのかな。ありがとう。じゃあちょっと私、あ、Pさん西川亮めっちゃかっこよくないですか。西川亮はベリオさん鼻かんがあっ Pさんタコありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。糸電話の糸ちゃんさん拍手かなこれ。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。星投げもクレイジーさんありがとうございます。星投げ皆さんも本当にありがとうございます。高井さん堂林も大好きですよ。発行しだけどその中でも、まあ、あの森下選手をが好き、応援してます。よしよし、じゃあ、あとの2枚は、お楽しみということで、まだあと2袋あるんで、じゃ第1弾なんですけど、あの2袋開封したいので皆さん、ぜひ最後まで見て帰ってもらったら嬉しいです。はい、じゃあそれではあの私がやりたかったこと3つ目かな。2つ目がこれであの野球の開封で、で1個目が皆さんとお話ししたかったんで、3つ目かな私のやりたかったことなんで、じゃあ私の食べたかった和菓子を食べたいと思います。昨日私宮島に行ったんですよ。あのちょっと久しぶりの宮島ということで家族みんなで行ったんですけど、そうあのね今日紹介する和菓子とプラスあの私今受験生なんですよ。なんで受験生なので、あのお、ママ なんであのお母さんにねだってもずっと欲しかったものを買ってもらったんですよ宮島で。さてそれは何でしょう。ちょっと今聞こえちゃったかな。何でしょう。響さんもみじ饅頭も買ってもらったんですけど、何でしょう。
もうずっと欲しかったものなんですけど、広島屋さん、しゃもじ、白熊さんもしゃもじ、あ、ピさん、はちまき、秋葉玉川さん、私は3月24日以来って、あ、そうなんですね。私多分、去年の1月1日ぐらいからずっと行ってなかった気が。え？そう。あ、じゃあ、中1の、ん？あ、違う違う、あ、昨日、まあ、ちょっと忘れてください。大好きさん、マスク、りょうちゃんさん、合格お守り、ゆうさん、アクシデン、アジデスの T シャツ、おぉ。間違えた。じゃあ、正解は、ハチマキを買ってもらいました。私、ずっとハチマキ欲しくって、なんかテレビ大好きなんです、あ、ドラマ大好きなんですけど、ドラマで受験のやつとか行ったら、もう、絶対ハチマキするじゃないですか。私もハチマキ、もう、ずっとつけたくって、で、ハチマキやるって思って、もうめっちゃ興奮してしまって、で、お母さんとお父さんにおねだりしたら、合格の、この、ハチマキを買ってもらいました。なんで今、昨日からこれをつけて頑張って勉強します。スクショ？ちょっと待ってよ。そう、これのね、あのね、入ってたね、紙とかもね、すごいね、素敵でからね。ね。なんか、今回体育祭もなくなっちゃったんで、鉢巻き、やることなかったんで、そう、すごい素敵じゃないですか、合格祈願って書いてあって。じゃあ、ちょっと、取れるかな？待って、ちょっと待って、前髪が散乱中なんで、ちょっと待ってね。かな、これで。待って、やばい、前髪が終わってる。取れるかな。合格、頑張ります。動きすぎて取れないかな。お願いします、神様、高校に受からせてください。取れたかな。せーの、取れたかな。 OK かな。じゃあちょっと合格を外したいと思います。これつけたらね、結構やる気出るんですよ。合格。静かになったらすごいセミの声聞こえるね。りょうちゃんさん、ありがとう。いやいや、こちらこそありがとうございます。広島姉さん、中島ちゃんとテストの点を、点数を争うと良い。もう、あーたんはね、私ちょっと、中の中ぐらいなん、中の、うん、まあ、ちょ、ぐらいなんですけど、もう、あーたんは、上の上みたいな感じなんで、本当に頭いいんですよ、あーたん。なんでも、本当、羨ましい限りです。満月ライダーさん、11回。本当ですか？ありがとうございます。マサさん、優勝、よかった。ピさん、取れた、ありがとうございます。ピさん、中島と同じ高校に行きましょう。ちょっとアータン本当に賢いんですよ。なんでもうちょっと行けるかなって感じです。アータンと同じ学校行けたらね、私もいいんですけど、同じ学校に行けたらね。でもちょっとアータンの方がやっぱり頭がいいんで、はい。ヤッピーさん、ワコインビームで受験も一撃できるじゃん。できるかな。ワコビームで合格させていただいて、合格したよな。もうなんか受験生、あ、そう、ちょっと一個言っておきたいことがあるんですけど、受験生ということで、テストが毎月あるんですけど、毎月あって、進路を決めないといけないので、ちょっとツイッターの返事が遅くなったりするかもしれないんですけど、ご了承ください。はい。ちゃんやさん、中ぐらいかな。広島でさん、かじたちゃんも上の上目指すんやで、頑張ります。上の上目指します。よっぴさん、あ、間違えた。ビデオさん、来年は桜咲く投稿できますように。桜咲く投稿できますように。大好きさん、あーたん起きてるかな。起きてたらいいけど。でもあーたん結構早めに起きると思う。高谷さん、そこもセミがうるさいね。こちらもセミがうるさいですよ。福山、あ、そうなんですね。もうちょっと今、セミの大合唱中ですね。
なんか指揮できそうなぐらいのね。りょうちゃんさん、てかあーたんとどんな、なんかその違う内容で LINE してて、でなんかたまたま宮島おるみたいな感じで話しとったら、そのあーたんも、え待って、うちは宮島いるんだけどみたいな感じで、えどこおるどこおるとか言いながら、あの会いました。ちょっとあの偶然なんかな、まああの連絡してて、そこで、まあ、宮島の話になって、で、あの、どこおるどこおるでって、めっちゃ近かったんですよ。もう徒歩30秒ぐらいのところで、あって、あーみたいな感じで会えました。秋葉玉川さん、スプラメンが2人もいる学校とか、確かにすごすぎ。3本の矢のサポーター、おはようございます。サポーターさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。初見さんかな。わこです。ぜひ覚えて書いてください。和子です。これ見てたらね、多分ね、もうすぐパッと見分かりやすいと思うので、和子です。マサさん、とりあえず名前書き忘れんようにね。確かに受験票もちゃんと持って、はい、グリーンさん、受験頑張って頑張ります。でも今年本当どうなるか分かんないんで、初めてのことなんでね、しっかり頑張りたいと思います。あ、めまるさん、星ありがとうございます。広島でさん、ところでカジタちゃんの得意科目ないんですよ、本当に。私の3年間の全部の目標みたいな感じのが、得意科目が作れますようにっていう、まあ願い事なんですけど、得意科目作りたいんですけどね。でも数学のその計算はめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ因数分解とかめっちゃ好きで、解くの楽しいです。じゃあちょっとあのお話しながら、もみじまん、あもう言っちゃった、和菓子を紹介したいと思います。昨日宮島行ったんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しくて、ぜひあの高津堂かな、あの明治からずっと続いてるあのお店だよね。あのね、年中無休のお店らしいんですけど、あの試食させていただいたんですけど、とっても美味しくって、もうあの口がとろけるぐらいの本当に美味しかったんですけど、このもみじまんじゅう、あ、宮島まんじゅうからちょっと離れてるんですけど、もみじまんじゅうから離れてる、あ、宮島から、あ、宮島から、ちょっと宮島ともみじまんじゅうめっちゃ混じっとった。もみじまんじゅうからちょっと、あ、もみじまん宮島からちょっと離れてるんですけど、ぜひ買ってみてください。もみじまんじゅう、マリエさん、得意科目勢いで作ろう。広島でさ、宮島まんじゅうという謎、間違えたんですよ。宮島ともみじまんじゅうが間違えてちょっと重なったっていう、間違えました、ごめんなさい。ちょっとテンパっちゃってな、でも大好きな朝早く、そうなんですよ、ピサ宮島まんじゅう間違えました。ハムさん、食べてみた、めっちゃ食べてみてください、絶対美味しいんで。優勝がこれ言っていいのかな、広島県廿日市市宮島口西2丁目6番25号。え、これなんか犯罪とかになんないよね。あ、丸亀製麺のちょっと近くにあると思う。なんか横断歩道を渡ってからの、そのちょっと行ったところにあると思うんで。あ、さくらちゃんママ、星ありがとうございます。なんでちょっと食べたいと思います。もうね、なんかね、試食して、させていただいたんですけど、もうなんか今までね、味わったことないもみじまんじゅうのお味がして、と食べたいと思います。よっぴさん、お店の名前だから大丈夫か。りょうちゃんさん、店名、店名か、ちょっと待ってくださいよ、あれ、あった、ここです。でしかもすんごい有名なお店で、あの伊藤麻子さんとか他多数の有名人が来てたんで、ここです。ぜひ行ってみてください、私のおすすめです。大輔さん、高津屋、これ高津堂、間違えた、ごめんなさい。ヤクルトっぽい、ね、ヤクルトっぽい、りょうちゃんさん、ハムさんと体幹は腰に行く、あ、しに行ってくれます、体幹は、こ
大好きさん、カードついてた。そうなの、カードついてました。ビリオさん、俺は坂本菓子店のもみじまんじゅう好き。いや、行ってみたい。たらこあらさん、高津堂。メモメモ、メモメモしてください。じゃあ、それでは、お待ちかねの、食べていきたいと思います。じゃあ、ちょっと、頑張って食レポしますね。アナウンサーっぽく、頑張ります。いきます。なんでしょう、この、綺麗な、もみじの形をしている、いい匂いが、漂ってます。それでは、いただきます。いただきます。なんとこの外がもちもちしてて、中のあんこがとても濃厚で美味しいです。はい、これなら、いや、10個、いや、100個食べれるという、とてもそんな美味しいもみじまんじゅうです。ちょっと口の、お口の中に入ったまま喋って申し訳ないんですけど、とてもつもなく美味しいです。なんか外の、なんかそのなんて言えばいいかな、ちょっと見せていいのかな、ここのあんこの部分はもうとてもなんか美味しく、口がとろけるぐらいもう美味しくって、でここの外のところがなんかもっちりしてるんですよ。もっちり、はい、粒あんかな、粒あんとこしあんの違い私分かってないんですよなんでちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずもなく美味しいです。もちもちしてるんで、私ももちもち大好きなんで、あ、ちょうだいちょうだい、ちょい待って、なんかちょっと破っちゃった、ちぎっちゃった、大丈夫かな、これでいいなら、あーんあーあーんぜひ体感和光してみてください。はい、リコールラブ寸前でした。危ない、うん、あとちょっとある。メバルさん、食レポうまいですね。宮島で食レポできないですよ、こんな食レポでもそう言ってもらって本当に嬉しいです。マリさん、葉っぱの上の方がちょっと曲がってる。そうなんです、ちょっとね、なんかね、美味しいですハムさん、ハムさん、たまら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 んじゃあちょっと水分補給もしていきたいと思います。そう、これのね、カップもカープなんです。あー、美味しい。ベイちゃんさん、もみじまんじゅう見てると揚げもみ、そうなんです、私ね、揚げもみじ食べたことないんですよ、まだ人生で一度も。広島県民なのに、なんでちょっと今度食べたいなと思いますあ、皆さんちゃんと水分補給してますか。水分補給しないとね、やっぱりちょっとあれなんで、ね、ちょっと熱中症になりやすいんで、ちょっと今気温も暑いんで、ぜひちゃんと水分は取ってください。はい、あ、もうあっという間にもう9時が過ぎちゃいましたね。話したらね、ちょっとね、いっぱいね、やりたくなるけどね。皆さん今日何するんですか。私はお墓参り行くんですけど、揚げもみじって革命的な美味しさなんだ。食べてみたいな。なんかよくなんか見るんですけど、 SNS とかで、もうなんか美味しそうと思いながらいつもハムさん、あ、朝っぱらからビール飲んでるんですね。いいな、ビール飲んでみたいけどな。でもやっぱりまだ未成年なんで、ちょっと大人になってからのお楽しみということで。りょうちゃんさん、お墓参りで運転、あ、そうなんですね。あ、待って、充電。大丈夫。秋葉玉川さん、今日は秋葉原に行くの。いいなぁ。ビギオさん、今日は湯間温泉3歳からの帰宅。いいなぁ、私も行きたい、連れてって。ごめんなさい、有馬温泉でした。大好きさん、今日は知らんが明日は NHKBS で
レッツ VS サンフレッチェ。おー、明日はね NHKBS でやってるそうなんで。メバルさん、マットさん、星ありがとうございます。あ、もう700人超えてる皆さん、ありがとうございます。早くから来てくださって。まさに今日は隣みーちゃん、ちょっと違うな、なんかマネしようと頑張ってるんですけど、あねー、なんかみーちゃんの声めっちゃ可愛くないですか。私みーちゃんの声大好きなんですよ。もう何て言うかな、あの予告のあなたタトルっていうのねっていう、あれめっちゃあの大好きです。可愛すぎて。ここまで読んだっけ。ピコさん、ハムはなんて書いてある。ちょっと読めない。私もうちょっと漢字弱いんで。高谷さん、明日の準備、アイ&オタ、あ、アイ&オタ活の、そうなんですね、お仕事、おすに仕事。ハムさん、いつか乾杯してんの。乾杯しましょう。したいしたい。私があと成人になれるまで6年あるんで、6年後飲めたらいいですね。6年後何してるかな。うち人生何が起こるかわからないですからね。りょうちゃんさん、わこちゃん、カープが優勝したらビューか、したい。あの20歳になってからですけど、したい、めっちゃしたい。今はビール、あのビールかけじゃないわ、ジュースかけしかできないけど。でも子供のビールとかあるんですよね。あれ飲んでみたいなって思って、なんかちっちゃい頃からずっとの憧れで。広島根さん、明日流れでクイズ大会に出ることになりそうです。それもそうなんですね。いいな。秋葉玉川さん、私はあと7ヶ月プラス1日でお、そうなんですか。もうちょっとじゃん、いいな。私も早くお酒飲みたい。大好きさん、アリマオンス、アリマオンス、間違えました、ごめんなさい。コイさん、ワコちゃん、おはようございます。コイさん、来てくださってありがとうございます。ユウさん、アベさん、来週インスタでお土産お待ちしてます、お待ちしてます。ベリオさん、なぜに、なぜに、りょうちゃんさん、さすがベテラン配信者、ワコちゃん、ありがとうね。ヒさん、カンタマサさん、ワコちゃんのコメント、本当ですか。もう本当に嬉しいことばかり、ありがとうございます。大輔さん、あなた、ワコって言うのね。私、ワコって言う、あなた、ワコって言うのね。ワコって言います。あの、自己紹介マジでなんですけど、ワコって言うんで、ぜひ覚えて帰ってください。名前と顔だけでも、あの、ぜひ覚えて帰ってもらったら嬉しいです。はい、広島にさ、のんべ、あ、のんべって言うんだ、あれ、勉強になります。カニフミオさん、かわいいな、ありがとうございます。ピザ、名言きた、名言きた。マットさん、ビールのおつまみはもちろんパパさんの酢。確かにいいね。あの、二十歳になったらビールと、お父さん牡蠣の仕事、牡蠣のお仕事をしてるんですけど、牡蠣の養殖場かなで働いてるんですけど、その牡蠣と、やっぱり私、あの、渋い気が好きなんで、あの、梅干しを食べながら、あの、ビールを飲みたいですね。めいちゃんさん、6年後若手大女優とかなら嬉しい。なんか有名になってたら嬉しいけどな。さくらちゃんママ、おしありがとうございます。広島姉さん、カジタちゃんが酔っ払ったら多分自己流ラブが、確かに15連発ぐらいしそう。りょうちゃんさん、千の声さん、ノンアルビール、ノンアルコールビールをだって。お母さん、ビール飲めないんですよ、天の声。満月ライドさん、6年後和光太郎を囲むイベして、みんなに、確かにしたい、乾杯って。マサさん、和子ちゃん、お酒強そう。でも弱いかな。でもなんか友達といて、あの、お酒じゃないんですけど、そのジュースをガブ飲みしたらめっちゃテンション高くなって、なんか酔った感じになるんです。あ、ちゃんとジュースですよ。秋葉玉川さん、ワコチンはあと5年プラス半年でちょうど解禁が、多分そんぐらいかな。早く15歳になりたい。ピさん、
自己紹介自己紹介自己自己たかやんさん、広島キツネでコンコンしてる、キツネでコンコン、どういやさん、まこちゃんおはようございます、来てくださってありがとうございます。ビリオさん、まこちゃんパパのことこの牡蠣絶品、そうなんです、めっちゃ美味しいんです、プリップリだなんか冬になったら、年末になったら手伝いに行くんですけど、そこでなんか休憩時間とか空き時間に食べるんですけど、めっちゃ美味しいんです。あのレンジでチン、レンジで2分ぐらいチン、あのそのままの牡蠣、むき身じゃない方の殻付きの方を2分間レンジでお皿でチンをして、パッと開けたらこの殻がパカッて開いてる時と開いてない時があるんですけど、まあナイフでピッとやってもらったらピッて中身が出てくるんですけど、その牡蠣がもう出汁と一緒に食べたらめっちゃ美味しくって、ぜひ食べてみてください。神文雄さん、 STU の清水さらちゃん、あ、知ってます、この間ちょっとお会いさせていただいたんですけど、めっちゃ可愛かったです、さらちゃん、めっちゃ歌も上手くて可愛いし、同い年なんですよ、もう同い年と思えないぐらいの大人っぽさ。あ、やばい、まああとちょっとで9時半じゃん、ちょっと待って、やりたいことがいっぱいあったのに。ガッキーさん、おはようございます、初見です、初見さん来てくださってありがとうございます。和子です、ぜひ名前を覚えて帰ってください。スプラッシュ赤色担当です。ほーちゃんさん、おはよう、ジョギングしました。あ、ジョギングしてたんだ。私はね、ジョギングしたいけどね、ちょっと朝起きれないっていう。満月ライダーさん、和子太郎パパ、和子太郎パパの牡蠣食べるイベも開催待ってます。あ、開催、ちょっとなんか美味しい牡蠣の食べ方みたいな白熊さん、殻付きレンジでできるんです、そうなんです、殻付きレンジでできるんです。はい、どういうさん、フォローしとってありがとうございます、よかった。タラコアラさん、ピッてやったらピッて出てくる、そうなんです、ピッてやったらピッて出てくるんです。高谷さん、墓参り暑いから気をつけて、気をつけます。はい、あ、じゃあちょっとギフトを読んでいきたいと思います。あー、いっぱいありがとうございます。ピザ、だるまありがとうございます、ありがとうございます。ひゆいさん、めっちゃだるまありがとうございます、本当に嬉しいです。糸電話の糸ちゃんさん、だるまありがとうございます。おーちゃんさん、ひまわりありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、だるまありがとうございます、ありがとうございます。どういうさん、いっぱいだるまありがとうございます、本当に嬉しいです。そう、私の力作だるまです。じゃあちょっとどうしようかな。そう、私たち新曲を出させていただいたんですけど、輝く私でという曲なんですけど、これは TSS、 そうだったか、ちょっとごめんなさい、輝く私でスプラッシュだったら多分出てくると思うので、ぜひ発売されているのでぜひ買ってください。今日はちょっとこの曲を歌いたいなと思ってるんですけど、どうしようかな、歌おうかな。 TSS のウェブショップで売ってますな、広島さん、ありがとうございます。ウェブショップで売ってるのでぜひ検索して買ってください。じゃあちょっと歌おうかな。え、歌っていいのかな、これオリジナル曲だしいいのかな。え、なんかめっちゃ緊張する、なんかこんなに歌うの初めてなんで、声出るかな。ああ。じゃあマコバージョンでちょっと歌いたいと思います。え、全部歌った方がいいのかな。出れるかな、これ。ちょっと歌いか上手いか下手はちょっとご了承ください。じゃあそれでは。行きたいと思います。上手に歌えるかな、怖いの、なんか行きます。じゃあ、もう始まってた、ごめんなさい、ちょっと始まってて音が全部消えてたんで、もう一回最初からやりたいと思います。待って、めっちゃ緊張する、やばい、
ちょっと、めっちゃ緊張するやばい。この子、あ、聞かなかったことに。やばい。この声で、この指で、ステージいっぱいに描きたい夢がある。好きなように、好きなだけ輝く私のすべてで、鏡の前で問いかけていた。私には何が足りないかって汗と待ちいた。涙の訳は自分に負けそうだったから、どんな言葉で弱さを隠しても、どんな服で飾っても、空っぽの中身じゃうまく踊れないから、私を探して歩いてく。キラキラとこぼれ出した奇跡のような光に手を重ね、夢の続きはすぐそこで輝く。私を待ってる。ごめんなさい、ちょっと2番はCD で聴いてもらえればなと思います。本当にちょっと喉の調子が悪いんで、ちょっと申し訳ない歌になってしまったかもしれないんですけど、本当にごめんなさい。聴いてもらったのに、せっかくぜひ本物は本当に本物は私だった。みんなはね、私のメンバーは本当に歌が上手いんで、ぜひ聴いてください。もうね、本当にね、上手い人ばっかりなんで、ぜひ聴いてください。この曲ね、めっちゃ難しいんですよ、歌うの。音が、息上がりとかが多くって、で、しかもなんか、私、低い声なんですよね。だから、まあ、高い音。まあ、難しいです、歌。でも、ぜひ歌ってみてください、めっちゃくちゃ。いい曲ね、スプラッシュ、私たちの、スプラッシュの曲は本当にいい曲で、皆さんに応援頑張ってくださいみたいなメッセージを込めた歌もあるし、今回の輝く私では私たちアクターズ生 の目線から見た歌なんで、とってもいい歌詞になって絶対共感できる歌詞があるんで、ぜひお気に入りの歌詞を見つけながら聴いてください。ぜひ買ってね。輝く私でです。TSS のウェブショップで売ってるそうなんで、ちょっと私はうまく歌えなかったんですけど、皆さん聞いてください。皆さんパチパチありがとうございます。本当にもう本当に褒めていただいて本当に嬉しいです。秋葉玉川さん、すでにお気に、本当ですか、お気に入りの歌詞あり。聞かせてください。どこが好きですか。りょうちゃんさん、それで調子があれな、うまかった。本当ですか、ありがとうございます。ちょっともうちょっと頑張って上手くなって歌いたいと思います。その時まで皆さん待っててくださいね。たかやさん、物販上ですね。本当ですか、ありがとうございます。今スッキリで私の大好きな NiziU のことをやってるなとりだん。そう、スプラッシュも TikTok やっているんで、ぜひスプラッシュで出てくると、スプラッシュ SPL 無限大 ASH で出てくると思うんで、ぜひ検索してみてください。りょうちゃんさん、スプラオタのわこちゃんがメンバーなんて、本当です、本当私も嬉しくてたまりません。カニフミオさん、サラちゃんがわこちゃん、本当、ね、サラちゃんうちの子と話してくれとったんだって。マジで、めっちゃ嬉しいんだけど、やった、嬉しい。さらちゃん、いつもね、活躍を見てます。告白みたいな、いつも、そう、
今日ね、あの桜学院の元秋田生の戸高美子ちゃんが誕生日で LINE で、あのお誕生日おめでとうって書いたら、あのあーこうありがとうって来て、もう本当に嬉しかったです。ベイちゃんさ、肝心なところで電話かかってきてほとんど聞けなかった。あ、そうなんですね。糸電話の糸ちゃんさん、すでに購入済みです。ありがとうございます。ぜひ購入してください。待ってます。秋葉玉川さん2番でナンバーワンに、あ、よかったですよ。ナンバーワンになるときめいたあの日から不思議と強くなれたんだのところですよね。マサさん、スプラッシュ、スプラッシュ。皆さんでちょっと、あの、言ったら絶対に溺れるんで、ちょっと、皆さんで言ってみましょう。じゃあ、私の後に続いていってくださいね。SPL、はい。SPL、はい。無限大、はい。無限大。ASH、はい。ASH で、スプラッシュです。ぜひ、覚えて帰ってください。スプラッシュです。フラッシュの赤色担当、カジトワコです。よろしくお願いします。ちょっと事故っちゃいました。ツイッターがワコともこ2013です。ぜひあの検索してフォロー待ってます。ちょっとやばいですね。30分までもうあたし、ちょっと私のお話をもういつも聞いてもらってるんですよ。聞いてもらっていいですか。ちょっと931人ということで、あの1000人になるまでやりたいです。あ、半までに1000人に到達しなかったら、1000人に到達したらまでやりたいと思います。はい。秋葉玉川さん、その歌詞本当好き。私も大好きです。めっちゃいい歌詞ですよね。SPL ありがとうございます。言ってくださって、タラコアラさん NOWありがとうございます。ガッキーさん、スプラッシュはまなみのりさんのワンマンで見たこと、本当ですか、ありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、パチパチ。じゃあちょっと時間なんで、もう私もやりたいことはあともう一つしかありません。 P さん、イコールラブと日向は誰推し。イコールラブさんはやっぱり私、あのアクターズスクール広島の、あ、私アクターズスクール広島であのレッスンとかさせていただいて、その中の代表にユニットがスプラッシュなんですけど、その中で、あ、そのアクタースクールはめっちゃあの有名な卒業生の方たちがいっぱいいらっしゃって、皆さんが誰もう誰でも知っている Perfume さんや、あのベミーメタルさんの、スーメタルさんとが、元乃木坂46の中本姫香さんや、イコールラブさんの山本杏奈さんなど、めっちゃ多数の、あとジュースジュースの、あのダンバラルルさんとかいっぱいも活躍されてる方が多いんですけど、その活躍されてる方ばかりなんですけど、その中のイコールラブの活動している山本杏奈さんと斉藤渚ちゃん、あ、斉藤渚ちゃんはアクターじゃないんですけど、その2人が推しです。で、日向坂はもう本当に箱推しなんですけど、3人いて、小坂奈央ちゃんと、あ、4人いた、渡辺美穂ちゃんと上村ひなのちゃんと高橋みくにちゃんという子が大好きなんで、あの3期生の子なんですけど大好きで、一番はやっぱり渡辺美穂ちゃんです。満喫ライダーさん、あ、そう、私ビヨンズさんも大好きで、そう、ビヨンズさんの山崎ゆはね、ゆはねちゃんもう大好きで、はい。SPL オタク3つまでしか覚えられない、しくしく。じゃあまた、あの、あ、絶対ぜひ覚えて帰ってくださいね。 SPL ですよ。無限大忘れずにですよ。 ASH スプラッシュですよ。マサさん、結構 DD、 そうなんです、結構 DD。 秋葉玉川さん、日向坂は影山さんかな、サッカー、あ、そうなんです。最近2年ぶりの復帰されたんですよ。めっちゃ可愛いないですか。もうほんと顔もめっちゃ美人で、もう私も大好きです。Pさん、影山優香ちゃんはサンフレ、そうなんです。あ、Pさん影山優香ちゃん大好きです。あ、好きですよね。ベリオさん、 DD 仲間、 DD 仲間、イエーイ。秋葉玉川さん、ミキッチがお好きだったとか、ミキッチ
広島でさん、ヨハネは最近、そうなんですよ、写真集出ましたね。大好きさん、金行応援を最近じゃ発行してる、そうなんです、発行しです。じゃあそれでは皆さんがお待ちしているプロ野球プロ野球カードを開封していきたいと思います。3袋目です。4袋中の3袋目です。何が当たるかな。あ、間違えた、ごめんなさい、兼業だった、間違えた、金兼業金業って呼んでた。選手、あ、あ、いっぱい、鉄道さん、ゆいころさん、おーちゃんさん、星ありがとうございます。皆様ありがとうございます。じゃあそれでは開けていきたいと思います。じゃあドキドキの開封3段目、そろそろカープ来てほしいですね、やっぱり。ちょっと行きたいと思います。ドキ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 。皆さんの予想は何かな。私はカープが出てほしいですね、やっぱり。じゃあ行きますよ、1枚目、ドルルルルン、パッ。お、え、まさかの千賀投手でした。あれ、あ、千賀投手さっきも出たんだけど、千賀投手は、私千賀投手と運命なのかな千賀投手前は当たってた。千賀投手2枚目です。どっかな、当たったかな。そう、かぶりなんです。まあでもレアカードとその普通。よし、最後の、あ、まだ1枚いきますよ、いきます、2枚目、ドロロロロロ、カーブだ、西川龍馬選手です。やったー、龍馬、さっき龍馬かっこいい、西川龍馬選手です。よかった、カーブの選手出て。開放、今日もね、開放したいですね。やったー、皆さんおめでとう、おめでとう、やった、皆さんやった、おめでとうって言ってくださってありがとうございます、ほんと嬉しい。りょうま、りょうま、りょうま、めっちゃかっこよくないですか、やばい。じゃあ3枚目は千賀投手と西川龍馬選手でした。パチ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 、バンザーイ。でもどうしよう、次のカードで決まりますね。次のカード開けちゃっていいですか、開けちゃっていいですか、どうかな、いいとも、いいとも、皆さんありがとうございます。じゃあそれでは最後の開封したいと思います。おー、皆さんいいとですよ、ありがとうございます。あ、抜けた、待って、ポテトチップス開いちゃったあ、お、マットさん、アコトもありがとうございます。はい、じゃあそれでは最後のドキドキの1枚を開けていきたいと思います。何が出るかな、何が出るかな、何が出る何が出るかな、何が出るかな。じゃあドキドキの最後の2枚、1枚目、ドルルルルン、パッ、西武の栗山選手です。どうかな、西武ライオンズの栗山選手です。じゃじゃじゃーん、イエーイ。でもさ、やばくない、結構なんか、ほぼさ、なんか強い選手ばっかりじゃない、もう全部だ、ほぼじゃない、全部、そう、西武でしたあ、1000人超えた、皆さんありがとうございます、来てくださって嬉しいです。もうちょっとなんで、ぜひ見て帰ってください。
大好きだ、有名な人ですよ、ほんと。ピザン、1000人やった。いつではのいとちゃんさん、ライオンか、ライオンです。あ、な、ありが、あ、もう30分だ。よし、じゃあ、最後1000人おめでとうって皆さんありがとうございます。じゃあ、それではドキドキの2枚目開封、ドルルルン、最後の1枚です。ドルルルン、パッ、阪神タイガースの福留選手です。やったー、めっちゃ有名じゃない、もうやばくない、このメンツ。もうめっちゃ噛みすぎて、イエーイ、福留選手です。じゃあ今日の開封結果は、西武1枚、阪神2枚、オリックス1枚、ヤクルト1枚、千賀投手、ソフトバンク2枚で、カープが1枚ですね。よかったです。カープも出て、もう本当にもうセパリーグどっちも出て本当にもう幸せです。なんか今度あの前回のも合わせてその打順作ってみたいですね。梶田和子監督で、梶田監督、今日の打線はどうしましょう。今日は、どうしましょう、今日の先発はっていう感じでやってみたいですね。ちょっとちょっと次のショールームとかでやりたいな。マサさん、梶田監督でやってみたいですね。ちょっとカードで今日の先発でやってみたいですね。ちょっと りょうちゃんさん、やはりセリーグパリーグの選手が必ず1枚ずつ入っている法則は間違いない。確かに間違いなさそうですね。ピさん、代打和子太郎、代打和子太郎で出てきたらすごくないですか。本当の試合で代打和子太郎キーンだ、もう絶対打てないと思うけど。アツヤさん、先発投手とリリーフ軍もグループ、ベリオさん、なんて読むのこれ、 S 岡、ああそういうこと、あ、超えたり、うん、したい。マットさん、梶田監督は毎回推しの森下投手は先発森下かみたいな。マリウスさん、日本代表梶田ジャパンのメンバーも組もうややっていたい、日本ジャパン代表、ミドベストさんかな、あってかな。本当に監督になったらキュンです、監督になったらキュンです。ちょっとおかしかったな。吉村さん、そうか、笹岡監督。 P さん、中0日、森下りょうちゃんさん、和子監督はバントが好きではない。じゃあ私のやりたいことは全部終わったし、ちょっとスクショしていきたいなって思います。スクショ撮る準備は OK ですか。今日ね、私4つやりたくって、このプロ野球のカードを開封することと、2つ目が、カラオケ、まあ一番しか歌えなかったんですけどカラオケを歌うことと、3つ目、皆さんとお話しすることで、4つ目が、私の大好きな和菓子を紹介するということをしたかったんですけど、全部ちょっと時間かかっちゃったんですけど、できてとても嬉しい時間でした。最高な時間でした。ありがとうございます。じゃあそれではね、スクショしたいと思います。じゃあちょっとこれと、いきますよ。もうセミの声が聞こえるね。じゃあいきますよ。10、9、3、2、1、キュンです。めっちゃ声聞こえる、お父さんとお母さん。
ッチリ撮れた。 OK かな。よかった撮れて。じゃあちょっと、あれしたいと思います。ギフトを読みたいと思います。どこまで読んだっけ。どうゆうさん言ったかな。どうゆうさん、だるまいっぱいありがとうございます。本当にドデーマのいとちゃんさん、しびれた。ハートありがとうございます。しろくまさん、音符いっぱいありがとうございます。星もありがとうございます。なおちぃさん、くれいちぃさん、星ありがとうございます。あーやんさん、音符いっぱいありがとうございます。しろくまさん、音符ありがとうございます。おーちゃんさん、いいね、ありがとうございます。いいね。りょうちゃんさん、だるま、りょう、ごめんなさい、りょうたさん、だるまありがとうございます。しろくまさん、音符ありがとうございます。あーやんさん、だるまいっぱいありがとうございます。だるまありがとうございます。糸電話のいとちゃんさん、うまっうまっ、ありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさん、だるまいっぱいありがとうございます。本当にいっぱい、ギフトありがとうございます。とても嬉しいです。はい、まささん、かじたかん、ハッシュタグかじ、OKかな、OKOKOK。 はだいだ、てつおさん、ハートありがとうございます。いっぱい、本当嬉しい。ちょっと待ってよ。何落としたの、キュンです。ポケットからキュンです。哲夫さん、ハートいっぱいありがとうございます。あ、こちら、哲夫さん、ハートいっぱいありがとうございます。ビリオさん、お疲れ、ありがとうございます。皆さんも本当に朝早くから本当に来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあそれじゃあ、しびれた。じゃあそれでは、順位を発表していきたいと思います。暑いですね、ゆうころさん。めっちゃ暑くないですか、今。暑い。皆さん、しっかり水分を取ってくださいね。水分取らないと、やっぱり脱水症状とか、熱中症とかになるんで。体が、健康が一番の第一なんで。はい、じゃあ、それでは行っていきたいと思います。13位、カスラッタン。2位、ポークたまごさん。11位、みつきさん。10位ヨッピさん、9位ユマポンさん、8位ベリオさん、7位ナオチーさん、6位タラコアラさん、5位マットさん、4位テツオさん、3位クレイジーさん、2位シロクマさん、そして1位はドルルドルルパッ、りょうすけピンクさん、ありがとうございます。本当に皆さん、ありがとうございます。何時間やったっけ。8時10分からで、1時間30分ぐらい、1時間半ぐらい、ありがとうございました。皆さん、白熊さん、あれ、ライブランキング、あ、ライブランキングなんかな。あ、待って、全然違うの読んでた。ではちょっともう一回読み直します。じゃあいきますね。13位ピザー、12位哲夫さん、11位ゆいころさん、10位メバルさん、9位ポークたまごさん、8位クレイジーさん、7位マットさん、6位秋葉たまがわさん、5位、5位タラコアラさん、4位怪獣2号さん、3位ナオジーさん、2位白熊さん、そして1位はドルルルルパン、りょうすけピンクさん、ありがとうございます。ごめんなさい、累計の方を読んでたんですけど、皆さん本当にギフトや星投げいっぱいありがとうございます。あとコメントも本当にありがとうございます。じゃあ最後にちょっと自己紹介だけして終わろうかな。
梶田和子です。14歳です。ぜひ名前と顔を覚えて帰ってもらえたらなって思います。で上こっちか上にごめんなさい、めっちゃ裏返って、白いハートがあると思うんですけど、白いハートを押してポチッと押したらピンクになるんで、ピンクにしてルームフォローよろしくお願いします。ぜひアイスマポンさん星ありがとうございます。じゃあ最後に、あ、待って、ちょっとツイッターの自己紹介だけ。この声でこのやつを検索してもらえれば、ツイッター名出てくると思うので、梶田和子とも出てくると思うので、ぜひ検索してみてください。でフォロー待ってます。りょうたさんお疲れ、ありがとうございます。じゃあ皆さんの元気が出るように最後あれをやっておきたいと思います。それではいきますよ、和子ビーム。これをすれば皆さんちょっとできるかな。じゃあどうかな、ピコさん、カズコさんじゃないって、和子ですって、よく間違えられるんです。ビームビーム、じゃあ毎度おなじみのじゃんけんをしていきたいと思います。ひめためちょっとかぶっちゃうかな。でもなんかよくいっぱいあるんです、和子ビームと和子パンチといろいろあって、まあ覚えて帰ってください。和子ビームと和子パンチといろいろあります。じゃあそれでは前とおなじみのじゃんけんをして帰りたいと思います。何を出そうかな。じゃあ今日は愛子の人が勝ちなんで、ぜひ私勝った人が勝ちか愛子の人が勝ちか負けた人が勝ちっていろいろあるんですけど、じゃあ今日は愛子の人が勝ちにしたいと思います。ぜひやってください。まだですよ、皆さん書いたらダメですよ、カンニングになっちゃうじゃないですか。大好きさん、あんた自宅やん、自宅なんですよそれが。じゃあそれではいきますよ、今コメント見てませんから、じゃあいきますよ、最初はグー、じゃんけーん、ポンと思ったらチョキー、チョキです。今日はチョキの人は勝ちなので、チョキを出した人は勝ちです。どうだったかな、お、どうだったかな、被害子の人が勝ちです。今日はお、チョキだった人はめでたいですね。どうだったかな、負けちゃったからビエーン。じゃあ私いつも週に1回お休みじゃんけんっていうのをあげてて、ツイッターで、なんでそこでもぜひじゃんけんをしてもらえると、1週間のサザエさん的な感じのやつなんで、ぜひやってみてください。ピさん、ピエン超えてパオンパオン。りょうちゃんさん、勝とうとしてない。りょうちゃん、勝とうとしてないの？めばるさん、両手でチョキまで、頭で、あ、ほんとやった。すごい、めっちゃ気が合い子じゃん。ひろこまさん、愛子なので勝ち。イエーイ。どうだったかな？じゃあ、今日、皆さん、水分しっかりとって、しっかりご飯も栄養、ご飯も食べて、今日一日頑張りましょう。朝早くから本当に来てくださってありがとうございました。本当に嬉しかったです。1169人の方、本当に来てくださってありがとうございました。和子です。ぜひ名前と顔だけ覚えて帰ってください。じゃあそれでは1時間ちょっと待ってくださいよ。1時間半ぐらいあったけど、皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。本当に嬉しかったです。ぜひツイッターも上のハートもお待ちしています。じゃあ
あのまたショールームすると思うので、ぜひあの見に来てください。それでは皆さん、あの星投げ、コメント、あのギフトいっぱいありがとうございました。じゃあまたあの会える時までバイバーイ。しっかり手洗いがいもしましょう。じゃあね、皆さん朝早くから本当に来てくださってありがとうございました。それではまたね、せーの、プチッ、あってよ、プチッ。